ハンフォードはアメリカ合衆国ワシントン州ベントン郡にかつて存在していた小さな農業の町である。町の住民はハンフォードサイトとして知られている各生産施設の土地を確保するためホワイトブラフスの町とともに1943年に強制的に立ちかされた。町があった場所は現在ハンフォードサイトの100階区域とされている。 ハンフォードの町は裁判官であり、考え会社の社長でもあったコーネリアス・ハンフォードに、ちなんで名付けられ、地元の電力及び水道供給会社によって、購入された土地に1907年に定住が始まった。1913年には町に、電気鉄道としても知られている、大陸横断鉄道の支線が開通し、シカゴやミルオーヒー、セントポールに、鉄道でつながっていた。 1925年に町は高い農作物の需要により、活況を停止、ホテル、銀行、自前の省、中、高校があることを誇りにしていた。町はハンフォードサイトを作るために、連邦政府によって土地収容された。1943年3月9日に住民は30日間以内に立ち退くことを通告された。 ほとんどの建物は解体されたが、高校の校舎は残されて、第二次世界大戦中に建設管理事務所として使用された。校舎は今日でも残っており、長年にわたるスワットの訓練のために損傷を受けているものの、米国政府が運営するハンフォードのツアーバスから見ることができる。ありがとうございます。